どうも、リオペドラ加賀のケンコチです。YouTube 始めます。イエイ。チャンネル名はケンチャンネルです。イエイ。なんで、YouTube というか、動画を撮ろうと思ったかっていうと、やってみようかなっていうところと、そうやって動画を撮って、改めて、自分が見たときに、面白いやろうなと思って、こういうふうに思ってるんやとか、こんな感じの喋り方なんやとか、すごい勉強になるなと思ったんで、始めます。で、あとは、自分が働いてる仕事、同じような仕事をしてる人たちとかに、軽くシェアできたり、あとはそういう仕事に関わってる人たちにも、知ってもらえたら面白いなと思ったんで、始めていきます。で、まず今日は第1回っていうことで、自己紹介していきたいなと思います。で、どういう仕事してるのかっていうところを、ちょっと伝えていきたいなと思うんですけど、いくつかしてて、僕的に、これがメインとかっていうのは、あんまり思ってなくて、強いて言うなら、僕もともと、大阪出身で、大阪育ちだったんですよね。で、今この、石川県の加賀市で、リオペドラ加賀っていうところで、お仕事させてもらってるんですけど、この石川県加賀市に来ることになったきっかけが、今石川県のリオペドラ加賀の体育体操スクールのコーチをしてて、それがここに来たきっかけですね。なんで、大阪の時も、もちろんその体育体操スクールの仕事はしていました。で、大阪からこっちに来て、今ちょうど1年経つかなっていうぐらいですね。で、その体育体操スクールっていうのは、年少から小学校6年生までを対象とした、習い事ですよね、子供の。で、その習い事で、子供たちに、コーチをしてるんですけど、コーチって言っても僕的には、教える、指導していくっていう、もちろんしていくんですけど、っていうよりかは、僕が社会に出てすごい感じたこと、こうした方が良かったなっていう思うことを、体育体操スクールっていう、そのツールを使って伝えていけたらなっていうのが一番に思っていることですよね。なんで、子供たちには、体育体操スクールなんで、もちろん鉄棒ができるようになりたいとか、といわこができるようになりたいと思って、来てくれる子供たちもいてるんですけど、そこは、体育体操スクールなんで、最低ラインというか、当たり前の話で、一番メインは、今来てくれてる子供たちが、大人になった時に、すごい、活躍してくれる、大人になってほしいなっていうのが、一番の大きな思いというか願いですよね。で、じゃあそのためにどういうところを大事にしてるのかっていうと、多分話すといろいろめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、今日は軽く説明すると、心と体を育みます。体育体操スクールで。で、じゃあ心と体をどうやって育んでいくのっていうところは、また違う時に撮れたらなと思います。なんで今日はその体育体操スクールのお仕事をしてますっていう自己紹介でした。で、また他にも仕事してるっていう風なこともさっき言ったんですけど、他の仕事も紹介したり、さっきも言いましたけど、その体育体操スクールでどういうところをちょっと大切にしてるとか、それこそ、普段のレッスンで、子供たちと接してて、子供たちに言われたことで、うわぁ、めっちゃ勉強なるわ、みたいなことも、めっちゃあるんですよ。
だからそういうこととかも話していけたら、まあ、面白いかなと思うんで、また動画どんどんこう撮っていきたいなと思ってるんで、まあ、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいなって思います。チャンネル登録してほしいっていうのちょっと早いかもしれないですけど、ぜひお願いします。あとあのグッドマークっていうんですかね、あのいいねもしてくれると嬉しいです。じゃあまた動画撮っていきたいと思ってますので、今日は終わります。バイバーイ。